の落水はね、生実家スピードがあるからなんとか形になってるってだけで、動き自体には無駄がありすぎなの。あんなもの愛水交際が使った落水と同じなんて言わないの。腰を落として剣を鞘から抜くとき、抜けないかもしれないという恐怖が抜けきらないから、引き抜く力が強すぎるの。だから私の方が力も速度も弱いはずなのに、ほぼ同速の落水が打てるの。わかった？当たり前でしょ？私は草原ちゃんの師匠よ。あんたにできて、私にできないことがあるわけないでしょ？まだまだ未熟だけど、やってみなさい。ムエはあなたに任せるわ。ただし、ムエを倒した後は私の下で一から修行をやり直してもらうからね。わかった？わかったら返事しなさい。たく、どこまで聞き分けのない子かしら。まあ、いいわ。とりあえず、ムエ以外にあなたの奥の手を使ってはダメよ。そう、クジカネサだよ。あんまり私をなめるなよ。伊達に120年も生きてないんだから。あ、大丈夫よ。ムエはまだ知らないから。
失礼ね。無縁に手の内バラすじゃないの。あ、それ大丈夫よ。私、作戦考えたから。ちょっとしたアイディアとおまじないで、呪いなんてへっちゃらよ。あー、信じてないな。たっかい、本当に可愛くないな。こんなことならガキの頃殺しておけばよかったよ。少しじっとして。少し黙ってなさい。ここだわ。え、ちょっとね、点穴に針を刺したのよ。じゃあ、医学の話なんてわからないから、説明すんの面倒い。いやー。まあ、簡単に言って、人体の新陳代謝を促して、二十円の発動を早めたのよ。まで聞きなさい。多分明日の猪国頃に発動するようにしたわ。いつもその時間なのよ、あの異形が出てくるのはね。あなたばかりはめられてるのも面白くないでしょ。今度はこっちが無影とあの異形をはめてやるのよ。
したの？その傷。少しじゃないでしょ？血が出てるじゃない。これ。手当てするけど、あなたの部屋に行っていい？大丈夫じゃないわよ。結構深い傷じゃないの。それが命取りになることだってあるでしょ？なるわよ！なんであなたたちは。そうやって意地を張るの。私にはわからない。剣に生きるなんて言って、あなたたちまるで子供みたい。なんで、なんでそうやって。少しくらいは冷静に今の状態を考えたらどうなの？今まであなたは一人で戦ってきたかもしれないけど、今は一人ではないわ。あなたが今倒れたら、誰がこの儀式を止めることができるの？十兵衛様は怪我をなさってるわ。とても存分に戦える体ではないわ。悔しいけど、今はあなただけが頼りなの。あなたの命を狙っていたから信用できないかもしれないけど、今だけでいいの。今だけでいいから。この島だけの間でも私たちを仲間として認めて。そうじゃなきゃ助かる者も助からないわ。この島からみんなで生きて帰るの。そうじゃなきゃ何のためにみんな死んだのよ。
るわ。ちゃんと怪我したら言ってね。さてと。影、少し散歩に出ない？私、まあ別に用ってわけでもないんだけどね。なんかわかった？そう。草原っていつも戦ってるね。なんか私、用心棒とかって向いてないのかな。やめようかなとかね。なぜって言われても。お金のためでしょ？
ならさ、草原はなんで剣を振るうの？生きるため？ってことは、食いぶちってこと？なんか悲しいけど説得力あるな。うん、だってそんな言葉が出る人は悲しいよ。私ね、本当はこんな仕事初めてなの。用心棒なんてやったことなかったんだ。幼い頃から武術は習っていたけどね。でも人なんて切ったことなかった。だから用心棒って仕事をよく分かってなかったんだね。かっこいい正義の味方みたいなものだと思ってたんだね、きっと。でもこの島に渡って人が死ぬってことがやっと分かった。そうだね。生きてこの島から。生きて帰れるよね。あなたもだよ。約束してよ。草原の剣って生きるために振るわれてるんでしょ？なら約束できるでしょ？なんで？それってどういう意味なの？よくわからないな。でもその話からすると、人を殺すのも可能性なら、人を愛するのも可能性なんでしょ？
人を愛する可能性ってのもあるの？草原にも人を愛することによって得られる可能性があるのかな。すべてが地上で許されているなら草原だってあるはずだよ。人を切ることによって得られる可能性より、私は人を愛することによって得られる可能性も見てみたいかな。私行くね。